完成したペルコがこちらです。なかなか様になってるんじゃないでしょうか。ペルコ購入から4日目、ようやく立ち上げた我が家の一人娘ペルコ。はい、どうもビバです。今回はちょっと絵面がひどいんですけど、ジェックスペルコの立ち上げ動画です。いや、皆さんも水槽立ち上げるときってこんな感じですよね。違うかな。低床とかの素材を用意して、水草とかも用意して、あとは生態を入れる人は水合わせをしているとか、そんな感じだと思うんですけど、あまり映えない絵ではありますが、こっからスタートしていきます。ちょっと片付けるか。片付けると言っても床に置くだけなんですけど、今回立ち上げる水槽はジェックスオールインワンシステム水槽のペルコです。結構発売したての新商品、店舗さんに出荷されたのが2月13日で、ビバークアは18日にペルコを購入しました。その当日に開封ファーストインプレッションレビュー動画投稿したんですけど、その動画ですぐ立ち上げ動画アップしますみたいなことを言ってしまって、若干後悔している。今回公開するこの立ち上げ動画までに何本か動画をアップして、先延ばし先延ばしにしていました。とはいってもまだ4日ぐらいしか経ってないので、立ち上げには早い方かなと思いたい。このペルコについて詳細を知りたい人はそちらの動画を見ていただいて、今回は立ち上げ動画ということで早速やっていきたいと思います。ビバークは早速と言いがち、まあ、全然早速ではないんだけど。さあ、ではペルコの立ち上げをやっていきます。今回このペルコの水槽は水草水槽として立ち上げます。一応後ろにちらっと見えてるアヌビアス7付きのミニ流木、あと前回動画で作ったルーツウッドを巻きつけた流木、あちらの流木は先ほどウォーターフェザーをちょこちょことくっつけました。ウォーターフェザーは繊細な葉っぱが特徴のモス系の水草なのかな。ちょっと接着面白く目立っちゃったんですけど、いずれ覆い隠してくれたら嬉しいですね。一応あれがこの水槽のメインのレイアウト素材になっています。そしてペルコなんか白く濁ってないかと思われる方、正解。この中にこんな輪っかを入れています。これ何をするかというと、ペルコの中の低床をソイルと軽砂で敷き分けたいと思っています。この輪っかの中身はソイルにして、外側の円周は軽砂にします。というのもソイル結構横から見たら真っ黒なので、この白いボディとちょっと合わないかなと思ったんですよね。この周りに軽砂入れることで、一応斜めから見ても低床の色が綺麗に見えるように敷き分けを行います。今回使う低床はプラチナソイルのパウダータイプ。ペルコは底面フィルターなんですけど、底面フィルターのメッシュ部分を通過しない程度の粒サイズのソイルを使用します。ソイルの厚さはどのくらいにしよう。特に傾斜とかはつけずに5センチくらいでしょうか。いや、これちょっと後で傾斜入れるの大変そうじゃない。傾斜はこちらのストーンディーラー新生さんの中目中目注目、これを事前に洗って、粒の細かいものはふるいにかけて取り除いたもの。これをどうやって入れていくんだ。ソイルに混じってもよしとする系で、あー、もうこれ絶対めんどくさい、絶対めんどくさいわ。もうすでに嫌になっている。ちょっとこのパイプがね邪魔、最初から取っておけばよかった。では速攻仕切りを外します。はい、ドーナツ。これで360度どの方向から見てもボトル側面からはソイルが見えない感じ。こんな感じでやっていきます。そしてソイルの中にはあらかじめイニシャル号を入れていきます。適当にパラパラと巻きまして、底面フィルターなのでイニシャルスティック相性悪いかもしれないんですけど、
立ち上げ初期の強い味方ということで入れていきます。よく考えたらこれソイル露出してる必要はないですよね。ちょっと軽さで覆い隠しちゃおう。では水草を植えていきます。水草を植えるときはこのソイル、ちょっと隠れちゃってますけど、ソイルを水で湿らせると水草が植えやすい。一般的な水槽だと霧吹きとかでソイルを濡らしたり、あとはここに水を注いだりするんですけど、その時にせっかく慣らしたソイルとか低床が巻き上がってしまいます。ただこのペルコは水槽とろ過槽が土台部分に入っているパイプでつながっているので、こちらのろ過槽に水を入れると水槽の下から水が湧き上がってきます。これだとソイルとかを巻き上げる必要がないのでとても便利。では水をろ過槽に入れてみます。最初は水草植えるだけなので満水にはしません。さあ水はどんどん入って、ただろ過槽の中は水が溜まっていかない。つまり入れた水が土台のパイプを通って水槽内に移動している状態です。ろ過槽と水槽の水位はだいたい同じに保たれます。はい、今1リットルくらい入りましたね。見づらいですけど今ちょうど底床の表面ぐらいまで水が上がってきました。今ちょうど指のあたりですね。これで底床を巻き上げることなく底床を湿らせることができました。では水草を植えていきます。今回植える水草はこちら、パールグラスとロタラコロラタ、ルドビジアスーパーレッド、オレンジミリオフィラム、アヌビアスナナプチ、そしてこれはメインのレイアウト流木、ウォーターフェザーがついています。そういえばなんですけど、この流木本当は低床に埋める予定だったんですよね。すっかり忘れて低床だけ勢いよく敷いてしまいました。なので一旦低床を掘って流木を埋めたいと思います。せっかく綺麗にソイル隠したのに、ちょっとソイルを掘り出していこう。よし、 OK かな。何とかリカバリーできた。最初から流木セットしてソイルを流すべきだったんですけど、すっかり忘れてました。今右側にアヌビアスナナプチを設置しました。これは流木の形状的にここしか置く場所がありませんでした。そしてこっちにレイアウトが入ったので逆サイドがすごい寂しいんですよね。なので急遽ハイグロフィララトナギリ、これをこの傾斜エリアに植えたいと思います。成長すると結構でかくなるんですけど、まあそれも水草水槽の楽しみということで。では当初の予定通り水草を植えていきます。すでに腰が痛い。このティアーモなんですけど、球状のボトルって開口部からピンセット斜めに刺すとボトルのカーブにぶち当たって深くまで刺せません。なので結構水草を植栽するエリア限られます。ちょうど冒頭でクリアファイル加工したサークルでソイルを入れたあたり、あのくらいがしっかりと水草を刺せるエリアかと思います。ちなみに今かなり適当に植えてます。 5,6 本まとめて一気に入れる。あまりちんたらやってるとね、水草も乾いちゃうし、時間との戦い。続いてルドビジアスーパーレッド、そしてオレンジミリオフィラム、最後にロタラコロラタ。というわけで植栽が完了しました。それではペルコに注水していきます。注水するのもボトルではなくって後ろのろ過タンク、
こちらに水を入れていきます。水槽の下部から水が湧き上がってくるはず。では完成したフェルコを見ていただく前に、立ち上げから10分ぐらい水を回して、このろ過槽の中にどれくらいソイルのクズとかが入り込むか見てみたいと思います。今回はプラチナソイルのパウダーを使っているので、底面フィルターのメッシュを通ることはあまりありません。ただどうしてもソイルなので崩れたカスとかはあります。ろ過槽の底に若干黒々しい粒が見えます。ここにフィルターがあるので、これを通り抜けるものなのかなっていう疑問はあるんですけど、まあ何かしらの隙間から入り込んだのかもしれませんね。ここに溜まった汚れ自体はこのろ過ケース取り外すことができるので、メンテナンスは簡単です。そしてこちらのろ過槽の活用方法、まずは公式にも謳っているようにヒーターを入れることができます。これはジェックスさんじゃないんですけど、前回紹介した日装さんのヒーター 20W ヒーターなので、6リットル水槽のペルコにも適正なスペックです。このヒータースリムすぎて、ここの隙間にぴったり入っちゃうんですよね。ただ本当にぴったりすぎるので、ヒーターの設置場所としてはあまり適さないかもしれません。ペルコの説明書でもヒーター設置はこちらって書いてたと思うので、今回はこちら側に取り付けます。あ、ちょっと水中ポンプのコード邪魔なので、ちょっと見えないんですけど、こっち側につけます。そしてこの中で CO2 を添加したり、エアレーションすることもできます。エアチューブとか耐圧チューブはここのスペースから外に逃がすことができます。それとこのスペースに露材を入れたい人いると思うんですけど、露材を入れるスペースは十分にあります。この露材、パワーハウスベーシックソフトタイプ、水量に対して 2% から 5% の量を入れるので、だいたいこれで 200ml ぐらい、このぐらいの量のろ過台であればヒーターに干渉することなく露材を追加できます。あまりみちみちに入れない方がいいような気がします。それとこっちもスペースあるんですけど、こっちはフィルターでろ過される前の水なので、汚れとか付着しやすくなりますね。一応このろ過槽の活用についてはこんな感じです。じゃあ完成した水系を見ていきましょう。完成したペルコがこちらです。なかなか様になってるんじゃないでしょうか。ペルコ購入から4日目、ようやく立ち上げた我が家の一人娘ペルコ。やっぱりホワイトボディには水草水槽合いますね。これはなかなかインテリアとしても素晴らしいんじゃないでしょうか。今斜めから見てるんですけど、ペルコを正面から見てみましょう。こちらが正面から見たペルコ。まず何から紹介しましょうか。生態ですかね。ペルコの住人には我が家のプラカットベタのレコちゃん。やっぱりベタは水質の変化にも強いので、パイロットフィッシュとしてこの水槽に入ってもらうことにしました。パイロットフィッシュとはいえ、おそらくずっとこのままレコちゃんが住むんじゃないかなと思います。そしてレイアウトについては、中央左寄りに流木を添えた凸型でしょうか。立ち上げ途中でこの流木を最初に設置するのを忘れて若干位置が高くなったんですけど、根元に石を置いてなんとか見栄えの悪いところはごまかしました。水草については、流木のバックは明るいパールグラス、そしてその根元にはハイグロフィララトナギリ、赤系の水草です。右側はアヌビアスナナプチ、深いグリーンの水草なので、後ろはオレンジミリオフィラムと、ちょっと見えないですけどルドビジアスーパーレッド、赤系の水草を入れています。それと中央部分、これもまた見えないんですけど、ロタラコロラタが植えられています。パールグラスとロタラが成長すれば、水草もりもりのボトルアクアが完成すると思います。ボトルアクアは特性上、水槽のギリギリに水草がなくても正面から見ると水草が端まで植えられているように見えます。この光の屈折のおかげで、ボトルの横とかにヒーター設置するとそのヒーターを見えなくすることもできるんですけど、ペルコの場合は後ろのろ過槽にヒーターを隠せるので、やっぱり水槽内にヒーターとかの機材を入れなくていい点、これは強みですね。というわけで今回はチェックスさんのオールインワンシステム水槽グラスアクアペルコの立ち上げ動画でした。やっぱり水槽の立ち上げ動画撮影大変ですね。結構テンパっちゃって、やる手順とかもすっ飛ばしてしまったので、あらかじめ手順は書いといた方がいいかもしれない。
ただ結果的にはちゃんとした水槽を立ち上げられたと思うので、もしペルコの購入検討されている方の参考になれば幸いです。もしよければ下の動画説明欄にペルコの商品リンクありますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。今後はこのボトル水槽の水草の成長具合を見守っていきたいですね。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。